糸倉糸倉資源直してくれよ。八神さん、糸倉さん突然戻ってきましたけど、ロボブレ何かあったんですか？ちょっと黙ってな。ああちょっとな、馬様は、馬様悪いんだけど、ちょっと席外してくれるか。ええ、構いませんけど。やっぱ天沢ちゃんも可愛いんだよな。もう西園さん、西園ちゃんとほぼ同一人物だけどね。戻らないから、ロボブレには。ああ、それでいい。え？起きてからな。さっきのは良くない。今のあいつにはお灸を据えてやるくらいがちょうどいい。おおなんかあいつ見てるとイライラしてくるんだよね。自分のこと完璧って思ってるでしょ。周りが自分に従えば全部うまくいくって思ってる。自分のこと以外何も見えてないんだよ。いやまあ、それはあの時の、まあ、大学生チームに、俺があんたらをどうのこうのって言った時にちょっと感じたよね。周りからそっぽ向かれても当然だって。そっぽ向かれて当然か。いや、いや、糸倉には成長したなって言うと、はぁって言われる可能性があるんで、まあ、昔の自分みたいにかっていうちょっと嫌味っぽく笑いに変えた方がいいんじゃないか。自分勝手で自信過剰。それで周りからソース感か。どっから聞いたような話だな。ぐ文化祭実行委員で糸倉。お前は一度痛い目に遭ってる。あ、このロボ部の話って糸倉の構成物語でもあるんだね。だからこそ、起きてからの気持ちもわかるんじゃないか。ないとくら、しばらく起きてからのことを遠くからでいいから見守ってやってくれよ。な？言っとくけど。まあ何にしてもさ、私はすぐに戻る気ないから。まあいいよ別に。一回落ちるところまで落ちたらいいんだよ。ああいうバカはさ。俺もそう思う。ああ。これはすぐには戻ってくれな、くれそうにないな。まあ桜くんが、そうだな。桜くん、あんなひどいこと言われても部室にいるからな。そして一番いい子なんだよ。なんか、俺が深田恵美だったら、マジで、おっぱいにこう、沈めてるもん。抱きしめてあげるもん。例えば深田恵美で、例えたかわかりませんけど、テオくんがね、なんか、胸に沈まってるのを見て、超心の底から羨ましいと思った派の人間なんで、ちょっと、出てきちゃいましたね。いいよな。羨ましい。この羨ましいっていう僕の実況を聞いた視聴者が、なんか深田恵美さんのところに行って、深田恵美さんから声がかかるみたいな、そういう神展開な。ヤガメさん、糸倉も。ダメだ、戻る気はないってさ。そうですか。部長どうします？次の試合。桜くんマジで本当に優しいな。このメンバーで行くしかない。もう時間がない。そう、ですよね。ヤガミさん。ヤガミさん。次の試合用の準備は終わっています。いいところで声をかけてください。あ、もう大会行っちゃうんだ。桜くん大丈夫？あんなひどいこと言われてね。本当に大変。もう負けていいんじゃないの？これはもう。行くんだね。やりますけどね、じゃあ。さあ、そうか。さくら。機体のメンテナンスは問題ないか。もう真似しなくていいんだけど。あ、そうか。今の機体でいっか、みたいな感じで適当に来ちゃったけど、そうか、大会か。負けていいのかな。はい。多分大丈夫だと思います。なんだ、心もとないな。車屋崎先輩も高森先輩もいないから、そうだな。だが、今は現状のメンバーでベストを尽くすより他にない。はい、そうですね。2回戦。ここは突破しないと話にならない。下手したらそのままロボ部は解散なんてことに。負けるわけにはいかないな。あ、負けたらそうか。これゲームオーバーになってもう一回ってできるの？イージーゲームじゃねえ。終わりやした。最高の気分だぜ。いやー、余裕で勝ったな、割と。一級品のネジこんなもらっていいの？結構高かったけどね、これ。さっき買いに行ったら。割と余裕だったけどね。うん、よし、なんとかなった。ここまで頑張ってくれたロボ部のみんなのおかげですね。そうだな。ん？なんだ、起きてから。動かない。さくら。え？さくら、見てきてくれ。はい。おし、どうしたロボ部？どうした清涼ロボ部？勝利の後に動かないか？ヤガミさんどうです？ダメだ。動かない。おやおや、これはどうしたことでしょう？故障のようですね。試合で頑張りすぎちゃったのでしょうか？危なかった。もし試合中に動かなくなっていたら。やばいよな。まあ、毎回そうならないようにはなってますけどね。なんでかというと、これゲームですからね。うん、ね、かっこいい！俺のマシンかっこいいわ。かっこよくね？これは桜攻められてんじゃないの？大丈夫かい？起きてが。どうだ？起きてがどうだ？ロボット動いた。ダメです。ダメです。そうか。決勝戦の準備の方は。毎回ね、喋るときと喋らないときは分かんないよね。決定的に戦力不足です。
設計も工作もいない。それにプログラマーも。プログラマーは横にいるだろうが。ひとくら先輩、こうなったら沖手川に一肌脱いでもらうしかないか。プライドの高い沖手川が素直に謝ってくれればいいが。まあでも全ての元凶ですからね。いたいた。は？沖手川くん、話があったの。なんだこいつマジで。くんなや。アクト先生。なんです？お前、4日ぐらい風呂入ってないだろう。しばらく活動休止してもらうから。なんでだよ、だから。どういうことです？理由を言え、先に。私、調べたのよ。あなたが地元の商店街にスポンサーしてもらってるって話。ああ、嘘だったってやつね。あれ、嘘だったんだね。とっくにスポンサー料は打ち切られてるそうじゃない。これバレちゃったか。だったらロボ部の資金源って何なの？高校生がバイトで稼げる額じゃないよね。100万以上でしょ。今それそれはアクト先生も突き止めていた。いやー、これちょっと今ここでこれ見てくれる？何あれは。何？写真。写真？ユッターで見つけたんだ。ああ。今バレたんだ。美人町で話題のひったくりロボット。警察の話では裏に半グレがいるんじゃないかって話。まあそうだな。新景品？同盟？なんかそんな名前の半グレが裏ルートで盗品を売りさばいてるんだってさ。そうなんだ。事件の裏にいる半グレってやっぱり新京ハム同盟だったな。あ、まあそうなってくるよな。あ、これはまる打たなきゃな。で、こっからが本題。このロボットのボルト、ま、見覚えない？いや、まあそうだよね。そうなっちゃうよね。このボルト。おい、マジで起きたかは知らないんだ。まずい。まあね、うちじゃない。うちが町工場からまとめて買い上げた特注のネジじゃない？何が言いたいんです？沖手川くん、そのキャビネットに入ってる設計図、あなたが横流ししてたんじゃない？やっぱそうなっちゃうよね。な、何をバカなこと。そんなことするわけないわな。芥田先生、そりゃいくらなんでも。警察には言わない。私としても騒ぎにしたくないから。でも、ロボ部の活動をこれ以上認めるわけにはいかない。え、でもそれいいの本当に。そんな。他の部員たちもなんか退部届出してきたし、ちょうどいいんじゃない。あ、出しちゃった。退部届を。ちゃんとね。あいつらが。まあしょうがない、ね、君に付き合いきれないって話だったよ。だから君たちも退部届出してくれるかな。ロボ部はそれで解散ってことにしましょう。俺マジでこのクソ女嫌いだわ。それでお咎めなし。私もこの件は忘れるから。本当に嫌いかもしれん。ロボ部が解散。ここまで来たのにまた。いや、まあほとんどお前のせいだからね。沖手川くん、大会で優勝したいって気持ちはわかる。でもダメなものはダメ。ましてや半グレなんて。あなたはまだ若い、将来があるんだから。今回のことよく反省して真面目に生きなさい。いや、だからやってねえんだって。そこをなんか認めるたわけじゃないんだからさ。これは教育的措置なの。警察には言わないんだから感謝してほしいくらいよ。ま、殺すぞマジか。責任問題になるからでしょ。は？分かった風な口を。分かった風な口をじゃない。大人になればきっとわかる今日のありがたさがね。分かってたまるか、クソ教師。くたばれ部長。そんなんだから教師の評判がどんどん下がっていくんだ。だからお前みたいなやつがいるから。なんでみんな頑張っていたのに、なんでこんなことに。いや、マジでさ、ロボ部の評判下げてるやつがいるっていうのが許せないよね。まあ誰なのか分かりませんけど。さくら君、悪いんだけど沖手川と二人きりにしてくれる？そうだね。はい。最後までずっといてくれたのはちょっと申し訳ないけど、まあ、あと正面から見たら鼻の穴見えてるけど。沖手川。なんか言えよお前、うん、と思ったら俺が丸ボタン押せなかったわけですね。どう声をかけたものかな。この腐れ人間が言ってあげて。そもそも本当に沖手川ひったくりロボット事件の犯人なのか。
いや、違うと思うよ。だって、このボルトはとか言ってたからね。ハングレット通じてなんて間違いだよな。お前は悪くない。やっちまったな。もうこれでいいんじゃない？わかんねえもん。ハングレット通じてたなんて間違いだよな。俺は信じないぞ、そんなこと。ヤガミさん。信じてくれるんですか？俺を。なあ。いや、信じる。俺が信じなかったら誰が信じるってんだ。今、信じるよまで言わんかった。ヤガミさん。ちょっと待って、BL 始まる？ありがとうございます。いや、いいけど。スポンサーがとっくに降りてたってならどうしてたんだ？資金調達の手段。確かにそれは気になるよね。話してくれないことには弁護できないぞ。弁護士の顔が出てきておる。父なんです。おっ、パパ。母と別れた父親です。うちの親父 IT ベンチャーの CEO で。母と別れた父親です。言う必要ある？ IT ベンチャーの CEO で金なら腐るほど持ってるんです。まっちゃんみたいだね。ガキツカのなんかどっかのあれでなんかお笑いいつまでやるんですか？だってお金でね、やってるわけじゃないでしょって言って、まあお金は腐るほど持ってるからなって言ってたからね、まっちゃん。マジで？は？マジで？株式会社、電脳コンプレックス、CEO、沖手川善一郎、ネット調べればすぐに出てきますよ。だったらどうして商店街が今もスポンサーだなんて嘘？確かにね。だって悔しいじゃないですか。そもそも、俺がロボットコンテストの決勝戦に出られなかったのも親の勝手な都合なんですよ。まあね。それなのに大会に出るために父親にすがりつくだろう。全くもって最適解じゃない。ひどい消去法ですよ。え？でも、そこまで入れ込んで素直に、その、まあ、ある種憎んでるというかさ、その親にまで頭下げれるっていうのは、ちょっと、なんでそのプライドを仲間たちにもこう見せれなかったのかなとは思うけどね。だからあんな嘘。ヤメさん、俺はどうしたらいいんでしょう？俺は、何を間違えたんでしょうか？全部じゃない？起きてかは。俺に謝れ、面白すぎるだろ。みんなと話せ。みんなと話すんだ。ああ。お前は部員たちと本当の意味で対話をしてこなかった。お前の高い能力がそれを必要としてこなかったんだ。だからそこそこだろ、裏。みんなの考えに耳を傾けるべきだったんだ。ああ。考え、ああ。車崎くんの叫びを聞いただろ。僕にも考えがあるんだ。今まで想像したことがあったか？車崎くんや他のみんなにも耳を傾けるに足る考えがあると。それは、なかったと思います。まあ、自分が完璧だとね、思い込んでますからね、こいつは。それがお前に足りなかったことなのかもしれない。ロボット部のリーダーとしてな。マジでロボット部のガタイしてないけどね。もう明らかにキムタクよりガタイいいもんね。俺は確かに。間違えていたのかもしれません。決定的に。話しに行こう、みんなと。はい。本当に落ちるとこまで落ちてから人間って構成するよな。俺も有名になったら調子乗るんかな。調子乗ったらこれ見てる視聴者さんは、もうできる限り叱ってくださいね、僕のこと。お願いだから。え？矢神さん、話って。ベタに壁際から出てきたー！起き手川が君に話があるそうだ。もう騙してるようなもんじゃん、こんな。車崎。すまん。うわ、謝った。車崎、頼む。お前の考えを聞かせてくれないか。寝てこいよ、お前。僕の考え。まず、教えてやってくれないか。教えてやってくれないか。あの起き手側が頭まで下げるんだ。な。もうこれほぼ脅迫みたいなもんだけどね。ある意味ね。車崎。お前が考えがあると言ったのは。お前が考えがあると言ったのは何のことなんだ。それはお前が描いていたかっこいいロボットのデザイン、ロボット、かっこいいロボットのデザイン、あれと関係あるのか。あれと関係あるのか。あのかっこいいデザインには意味があるのか。かっこいいデザイン聞かせてくれるか。声優うまいな。うまく説明できるかわからないけど。説明しちゃって。安心しろ。入ってますよ。俺は理解力がある。それに理解するよう努力する。あらら、それじゃあ。そうだね、元からこうしてればよかったんだよな。優しい怖い色もできるんだな。東都理科大が取ってくる作戦は二通り考えられるって言ったよね。まあ、攻撃の守りね。ああ、一つは徹底防御作戦。こちらの攻撃に対し徹底的に防御を固め、マイペースにピースを並べる作戦だ。まあ、それを考えれるのもすごいけど。効果力殲滅作戦。圧倒的な火力で
最初にこちらの機動力を奪い無力化した後、脅威の消えたフィールドで悠々とピースを並べていく作戦だ。悠々と出てくるんだ。どちらの作戦で来るか試合前日まで絞り込めないんだよね。まあそうだな。だから2つの機体の同時並行開発を進めてきたんだ、うん、攻撃も防御も捨てスピードに特化した機体と防御を徹底的に固めた機体の2つだ、うん、でもそんな話だったね。基盤の納品が間に合いそうにないって言ってた。そうだね。その通りだ。だから結局俺の計画は崩壊しかけていたんだ。なるほどな。僕が作ってたかっこいいロボットは2つで1つなんだ。だから基盤は1つでいいんだ。おビタって止まんのお前。2つで1つ、うん、ただかっこいいだけじゃない、意味があるからかっこいいんだ。ちょ待って、このセリフめっちゃ名言じゃない。ただかっこいいだけじゃない、意味があるからかっこいいんだ。変わるんだ。だから2つで1つなんだ。じゃ分かるそれ。そうか、そういうことか。今の一瞬で分かるのもすごいけど、ね、徹底防御戦略のモードから機動性重視のモードにチェンジするということだな。よう分かったな。相手の作戦に応じて機体が変形すると。だから基盤は1つでいい。マジで最初から聞いとけばよかったじゃん。そんなことが可能なのか。小回りの利くコンパクトな機体の上に取り外せる分厚い鎧をつけておけばいいんじゃない。そうか、パージか。脱ぎ捨てるんだな鎧を。うん。なぜ気づかなかったんだ、そんな最適解があったなんて。待って、めっちゃテンション上がってない二人とも。バカだ、バカだ。分厚い鎧で防御を固めた機体を作り途中で脱ぎ捨てるってわけか。だがルールには違反しないのか。ルールは大丈夫。おそらく問題はないはずです。お、大会規則には事細かにルールが記載されています。あそうなんだ。全部やっぱ熟読してる。変形をしてはいけないとは記載されていない。車崎の作戦はルールの穴をついているんです。ついてるのかなわかんないけど、ついてるのいやわかんないけど、ね、ロボットコンテストではそういったルールの穴をついたアイデアはむしろ歓迎される風潮すらあります。テンション上がってる。変形するならば基盤も一つで済む、スケジュールも収まる。これはとんでもない最適解だぞ車崎。テンション上がってるよ車崎。男の子、やはりお前はロボ部になくてはならない人材だ。なくてはならない。戻ってきてほしい。この通り頼む。これからはお前の考えにも耳を傾けるから必死かお前分かった、分かったんだ。僕も変形はやってみたかったから。そうだよな、変なんか簡単そうに言ってるけど、そもそも変形ボタン作って変形するっていうことができるのがすごいよね。その設計ができるのが。さて次は糸倉かな。八神さん、この先は俺一人でやります。大丈夫か、ええ、はい。俺に足りないものを教えていただきましたから、八神さんと車崎部長、これからは部員一人一人と向き合うつもりです。ロボット部の部長としてみそぎを済ませてきます。まあそう、竹に打たれてくるのかな。ついでに風呂入ってもいい。ああそうするといい。糸倉ならミスケにいると思う。わかりました。では頑張れよ北川。糸倉も高森も手こばいぞ。高森とか特にな。でも変形するってちょっと楽しそうだな。起きてがは大丈夫だったかな。一度ロボ部に様子を見に行ってみるか。オッケー、いいじゃんいいじゃん。ちょっとなんか熱い青春の匂いがしてきましたね。私が高校生活時代に一回もできなかったね、青春をしてますよね。ちょっと悲しくなってきちゃうけどね。いやでもさ、なんか、YouTuber でさ、その、何、実写動画やってる人たち見ててさ、なんかよく聞くわけよ。なんか遅れた青春を取り戻してるみたいなさ。いや、マジでいいな、羨ましいなって思うんですよね。それこそ今言っていいのかわかんないけど、仲間やとかさ、それこそあの、ネクステとかさ、そのグループ系 YouTuber の、なんだろうな、いろんな YouTuber が集まってできたやつ、なんか、ジュキヤだっけがやってる、なんか、ジュキパッパーのあのメンバーたちもそうだけど、なんかすごい楽しそうじゃん。マジでやりたいんだけどさ、実況者で手組みません？皆さん。僕有名になったら、ちょっと皆さんの元に行くので、この実況見てる人で、なんかそういうのを興味あるよっていう方がいれば、
ちょっとできれば声かけてほしいなって。なんだなんだ、高森。お前リーダーみたいな顔してんじゃねえぞ。お前ら戻ってきてくれたのか。どうやら俺がいないとロボ部はダメみたいですからな。だな、オッケーだ。こいつが泣きわめいて頼むからしかない。泣いてないだろ。すべて説明したんだ。ええ、ロボ部の資金のことも理解してくれました。そうか。で、みんな揃ってロボに。ロボット部の配部を考え直してもらいます、アクト先生。そうか。俺も同行するよ。心強いです。起きて側が、もうさ、この悪いところがなくなった起きて側とかもう最強なんじゃないか。そんなもの。さて、アクタ先生のことはちょっと、ね、俺と、キムタクと、カイトさんに任せます、ね。というわけなんです。3人でボコボコに。すべて誤解なんです。だから、廃部の撤回を。あ、これは。ダメよ。殺すぞ、お前。どうしてですか。ああ、もう YouTube では。ロボ部は他にも問題を起こしそうだし。なんだ起こしそうって。そこをなんとか。次は決勝戦なんです。お願いします。つかよ、退部届は撤回しただろ。おかしいじゃねえか。なんで廃部なんだよ。本当だよ、もっと言ったら。何よその口の聞き方は。先生に向かってそれはないんじゃない。ああ話をそらさないで。起き手側の資金源だって半グレじゃないって分かったんだから、廃部にする理由はないでしょ。もう全く待ってその通りだ。とにかくダメなものはダメなの。こいつ何なんマジで。何それ意味分からないんだけど、バカなの。もうやめとけ。いいとこ。何ですって。いやバカだからな。どうかお願いします。ロボ部を存続させてください。ああもう職員室の前でこんなんされたらもういいぞいいぞ。起き手側。いいぞいいぞ。嘘だろお前。いやみんなみんなやれみんなやれ。部長みんなやれ。やるんだ。どうかこの通りです。一切乱れぬ、一切乱れぬ。綺麗な土下座。ちょっと芥田先生、これは一体神経質そうな女教師で。やめてよほら。超ど悪口。廃部を撤回してくれるまでは。起き手側。わかったわかったから。ではロボット部の存続認めるから。いいぞマジで。こういうね、理論が通じないクソ女にはもう感情で周りに迷惑かけながらやるのが一番いいんだこれ。いや起き手側好きになったわ急に。マジ急に好きだわ。こんな急に好きになることってあるんだな、人のことね。まさか起き手側が土下座までするなんて。うん、びっくりした。ちょ、これリモコンがね壊れてるんですよね。あそこまでしてくれた部長のためにも勝たないとね。だな。おほほほ。燃えてるぜ、このクソ男どもが。えへへへ。ちょ、テンション上がってきたな。やばいな。起き手側。起き手側、もう大丈夫だ。ええ。その説はご心配おかけしました。もう大丈夫です。確かに。顔も髪の毛も戻ってるじゃん。そうか、よかった。戻っても似たような顔だったな。申し訳ないこと言いましたね。申し訳ないです。ついに決勝戦か。はぁ、肩こるわ。パソコンずっといじってるとひどいよね。高校生で肩こるわーって言おうとしましたけど、まだかかりそう。私もね、高校生の頃死ぬほど肩こってましたからね。みんな疲労が溜まってきてるな。みんなで焼き肉行こうぜ。たまには早く上がったらどうだ。え、起き手側が。まだ作業が。あの起き手側が。全員今日までのタスクは終わっている。だったら今日くらい早く上がっても問題ない。あの起き手顔が。いいのか。実は今日楽しみにしてたゲームの発売日なんだよ。マジ。いいな。上がってくれ。テンション上がるよな、そういうの。本当によくやってくれている。だから今後に備えて今日は休養してほしい。みんなの健康が第一だから。お前敵とか変わっている。どうしたどうした。どうした。気象。いや、お前がそう言うなら今日は上がらせてもらうよ。いや、きしょいな。変わったな、起き手が。ほんとな、マジで。変わったも肌荒らしいけど。変わりすぎだけどね、さすがに。何か狙ってるのかなと思っちゃう。逆に。決勝戦か？お疲れー。お疲れー。ああ、お疲れ。お前も無理すんなよ、起き手が。なんか、だいぶスケジュールに余裕が出たな。まあ、余裕があるとね。車崎のアイデアのおかげです。一つのロボットを作成するだけで決勝戦に対応できるのだから。まあ、あれすごいよな。アーズ機構の仕組みは厄介なものの、二つ機構を作るよりは安上がりなんです。やっぱそうなんだな。まさにグッドアイデアだったんだな。
グッドアイディアって言いながらグーってやるのも最近部員たちの作業効率もかなり上がりました。 やる気が前より明らかに上がっているというか、以前とは何かが変わった気がします。お前が変わったからじゃないか。変わったのは掟側、お前じゃないか。うん、そうだと思うよ。お前がいい方に変わったからみんなやる気を出してくれてるんだと思うぞ。うん、やっぱギクシャクしてたらな。あの矢神さん、どうしたの？これを。あ、これは設計図が入っているキャビネットの鍵です。必要なやつじゃん。設計図ってロボ部秘蔵のだよな。うん、そんな大事な鍵をなんで俺に。なんでだろうね。ミスケンの天沢先輩に言われて俺たちのことを探ってたんでしょ。バレてらーな。もしかして気づいてた。バレてらーな、まあ、そうでしょうね。ひったくりロボット事件が世間で話題のところに突然ミスケンの指導員がやってきたんです。怪しすぎる。確かにね。そうか。だが気づいてたならなんで放っておいたんだ。放っておいたのではありません。泳がせていたんです。いや怖い怖い怖い。あなたがうちでいろいろと調べ回り、結果として部員の身の潔白が証明されればそれでいい。あらまあ、ミスケンの天沢先輩もおとなしくなるでしょうからね。おい、1枚も2枚も上手じゃねえ。結局お前の思惑通りってわけか。なるほどね。まあいろいろと予想外なことは起こりましたが、まあいてくれてよかったよな。あのキャビネットの中の設計図はこの部の財産です。そうだよな。部員でさえ簡単には閲覧できない。そうだと思う。アイデアにこそ価値がある。俺は先代の部長からそう言われこの鍵を託されました。だから俺はこの鍵を責任を持って管理してきたんです。先代の人は尊敬してんのかな、俺に。ええ、この鍵は俺から矢神さんへの信頼の証ですから。おい、さくらピアノ弾くなって。今回さくらやめろ。お前ピアノ弾けたんだな。キャビネットは好きに調べてください。ミスケンの天沢先輩にも調べさせてやるといい。やるといい。それで我々の疑いが晴れるならね。わかった。超上から。なんか今カサカサもしかしたら聞こえてるかもしれないんですけど、最近油取り紙なるものをね買ってみたんですよ。これでロボ部の身の潔癖を証明できる。キャビネットの中の設計図とひったくりロボットを照合してみればいい。確かにな。これで逆に潔白証明できなかったらワイヤだけどね。でね、最近油取り紙になるものを買ってみたんですよ。いつもね僕は体拭くやつあるじゃないですか、ギャーズビーの。あれの顔を拭くやつでいつもね顔の油取ってたんですけど、なんかね油取り紙なるものをねその薬局で見つけて、あ、これ使ったことないな、ちょっと使ってみてえなーと思って買ってみたんですよ。なんかすーごい薄い中になんか200枚300枚入ってるみたいな書いてあって、どんなよと思いながらちょっと開けてみたら、ものすごい薄い紙が入ってて、こんなんで油取れるんかいなーと思って使ってみたんですけど、まあ俺の油がすごいんでしょうね。1枚でほっぺ、ほっぺ半分みたいな。俺の使い方が悪いんか知らんけどね、そんなに油取れないっていうね、油取り紙。使い方教えてもらっていい？これ。ちょっと誰か、頼むわ。キャビネットどこ？あそこ？はい、調べようぜ。ちょっと緊張するな。なんだか知らんけど。よし、早速調べてみよう。天沢も呼び出すか。呼び出しちゃうんだ。このキャビネットに設計図が、よくここまでたどり着けたよ。ああ、さくらくんや芥田先生によると、この中にひったくりロボットによく似た設計図があったらしい。だが写真に写ったひったくりロボット設計図を比べてみて、2つが別物だと証明できれば、まあみんなのね疑いが晴れるということだよな。ぶっちゃけあんだけちょっと真面目にやってるからさ、マジで潔白証明されてほしいんだよね。ロボ部の疑惑が晴れる。よし、徹底的に調べてみましょう。かわいい。甘さちゃんやっぱかわいい。普通に。これって。じゃあ待って、適当すぎない？宝だぞ。パンク競争ロボット。運動会がモチーフのロボットコンテストだと思った。ヤガミさん、これは？このロボット、ロボットアームまでついていて、確かにひったくりロボットとそっくりだ。
それに巻き菱放出システムに目くらましに煙を出す機能まで搭載されてたみたいな。あ、パンク競争で他の機械をどうのこうのするためにか。運動会ロボットコンテストで何でもありのロボットレースが想定されていたようですね。するに八神さん、これってどちらも最近パワーアップしたひったくりロボットの機能と同じですよね。あ、そうね。ここまで来ると偶然の一致とは思いません。このキャビネット開けることができたのも沖田川君だけなんですよ、ね、だとしたら設計図を取り出せるのも沖田川君だけなんです。いや、いや、あいつが、あいつ自身が鍵を渡して好きに調べろって言ったんだ。仮に沖田川が犯人ならこんな回りくどい真似はしない。確かにそうですが、だとしたら誰が。いや、先代じゃない。あ、これは八神さん、この図面を作成した人ならキャビネットを開けずともアイテムを横流してきますよね。そうだよね。そりゃそうだろうが、さっきは気がつかなかったんですけど、書類の端っこに担当者の名前が載ってて。ここに来てマジで嫌なんだよ。まさか、まさか車崎君。いやだ、そんなこと。八神さん、とりあえず話を聞いてみませんか。あくまで参考人としてですけど。そうだ。いやー、ちょっと車崎君怪しいなとは思ったけどね。あの、設計やってるやつだったら、まあ見なくても横流しできるよなみたいな話は確か動画内でした機能可能性あるよな。俺なんか言ってた気するな、ま、と思ってたけど、いや、こんなにさ、仲が深まってきたところで、それはちょっと嫌だなぁ、車崎。あ、痛い痛い痛い、びっくりした。そのとこにいんのか、お前。車崎くん、ちょっと聞かせて話。ちょっと嫌だけどね、あんまり話聞くの。車崎。まあまあまあ。そう、なんか、席って正面に座らない方がいいらしいですよ。なんか正面に座ると敵対みたいな感じで、人間の本能的に相手を敵だって思ってちょっと心を開きづらいみたいなのがあるらしいから、対角に座るのが一番こう話しやすいみたいですよ。だからか、女の子とこう仲を取り持とうと思ったら正面じゃなくて対立じゃなくてこう対角に座るといいみたいな聞きました。はじめまして。はじめまして、ミステリー研究会の天沢京子です。あ、天沢ちゃんがそこに座るためな。天沢先輩どうして。実は俺たち、一日ほど起こってるひったくりロボット事件を調べているんだ。え、それで沖手川に鍵をかけて部屋のキャビネットに入ってる設計図を見せてもらったんだけど、さあ、八神のいいところって、全部単刀直入にドストレートで突っ込むとこだよね。ひったくりロボットとそっくりな設計図が見つかってね。設計者が車崎くんだったんだ。いや。別に車崎くんを疑ってるわけじゃないよ。ただ、設計者の名前が君だったから一応話を聞きたくて。車崎くん、僕です。え、僕なんです。新京浜同盟に設計図を流したの。もう言っちゃうんだなぁ。マジか、白状しちゃったなぁ。車崎、どういうことか説明してくれるね。はい。いや、聞きたくねえなあんまり。車崎くん、さっきの発言間違いない？本当に君が新京浜同盟に設計図を流してたの？はい、はい、ねえ、あのキャビネットは部長の沖手川君にしか開けられない数だった。だから沖手川君を疑ってしまったけど、設計図はあなたの頭の中にもあった。はいはい、本当にすいません。いや、すいませんは別にどうでもいいのよ。どうして新京浜同盟なんだろう。騙されたんだ。ん、騙された。実は自分のホームページで僕が考えたロボットのアイデアを公開していたんです。部活でボツになったアイデアを。どういうこと。沖手川部長に却下されたアイデアだったんです。最適解じゃないって。でも僕は絶対にいいロボだって思ってたから、ホームページで公開してみたんです。きっと世の中には僕のアイデアを分かってくれる人がいると思う。僕ずっと嫌だったんです。あれをやれこれをやれって言われてロボットを作るのが。ああ、沖手川体制の不満が原因。あ、でもこれだったら別にまあいいか。ホームページを公開して、その後は突然プロフェッサーという人からメールがあって。プロフェッサーから、なんでメールがあったの。素晴らしいアイデアだ。これが世に埋もれるなんて許されない。君のアイデアを理解し支援してくれる人を紹介しよう。まあ、そんな不満があって、自分のアイデアを褒めてくれる人が来たら、ちょっと流れてしまうのもしょうがないのかなってちょっと思ってしまうな。車崎くん好きだからちょっと擁護しちゃうよね。それからどうなったの？プロフェッサーの使いという人たちと会いました。スーツを着たビジネスマンみたいな人たちで。彼らは僕のアイデアを形にするための資金と力を提供してくれるって言いました。新京浜同盟の連中だもん。
その時はすごく嬉しかったんです。やっと僕のアイデアを理解してくれる人が現れたって。うんうん、ああ、なるほどな。彼らが紹介してくれた技術者って人たちと会いました。古いビルの一室で。ロボットの工作やプログラムをする人たち。はい。はい。工学系の大学生だとか、昔エンジニアだった人たちが集まってるみたいでした。その人たちはそこでロボットを作っていました。僕は時々そこで設計をしたり指示を出して。なるほどね。ちょっと気持ちよくなっちゃったんだ。街でひったくりロボットが出たって聞いて初めて気がついてたんです。気がついたんです。騙されていたって。まあでもこれは、まあ犯人ってよりかは、まあ被害者と言うべきなんじゃないか？こんなことになるなんて。知らなかったんです。まさか僕のロボットがあんな風に悪用されるなんて。だから僕、抗議したんです。設計図を渡したビジネスマンみたいな人たちに。え、マジで？めっちゃ度胸あるじゃん。そしたら彼ら、大道を急変させて僕を脅してきたんです。僕もひったくりロボットを一緒に作ってたんだから共犯だって。このことが学校や警察に知られたら退学処分じゃ済まないぞって。そんな。ひどい。だから僕、その後も彼らに協力せざるを得なくて、ずっとずっと悩んでたんです。車崎くん、八神さん、私、許せませんいや、車崎くんのロボットを作りたいっていう純粋な気持ちを利用して、不明人にするなんてなんてああ。ああ、俺も同じ気分だよ。まあな。いや、これは、八神さん、僕はどうしたら、その技術者の人たちがいたビルってどこ？一日中です。高校からもそんなに離れていません。多分、新京浜同盟の人たちのアジトだと思います。マジで？え、確信ついてきちゃった。その場所を詳しく教えてくれる？よかった、これやっといて。あの、大丈夫なんですか？相手はヤクザみたいな人たちなんですよね。大丈夫、うちにヤクザいるから。大丈夫だよ。任せろって。もう、車崎くんが苦しまないで済むようにする。こいつ一人で50人ぐらい殺せるから。ありがとうございます。アジトは偉人町の、鶴亀街道東にあるビルの1階にあります。山川タオルという階盤のあるビルです。結構、鮮明に教えてくれるね。いや、でも進んだな、マジで。やったぜ、これ。え？これやっててよかったー。マジでこんな重要なやつだったんだな。結構面白いから動画にしようぐらいやってたけど。ここら辺っぽいけど。あ、これ？なんか、え？山川タオルなんて書いてなくね？ここに書いてあるんだろう。山川タオル。せっかくだから山川タオルを見つけたいんだが。まあ仕方ねえか。ここか。結構上。テナント入ってるのか？廃墟って感じだが。中見てみるか。いや、マジで入っていくのすごいよな、一人で。カイトさん連れて行きな。とりあえず解錠してみるか。あ、そういえばそういうのあったね。よし。おー、開いた。中に入ってみる。あのね、ピッキングって割とね、クソ適当にできるよね。これ本当のピッキングの技術ではないよな。だとしたらすごいことをやってるからな、このゲーム。お、あった。これが車崎くんが作らされたひったくりロボットか。こいつは回収しておくか。これでもう悪さはできない。いや、できると思うけどなぁ。パソコンとかぶっ壊しとく？ノートパソコンか。もしかしたら中にプロフェッサーとのやりとりが残ってるかも。で、それを見てる最中に来ると。こいつも回収って。新京浜同盟の連中を叩きのめしれないのは残念だが、証拠は手に入った。ひとまず引き上げる。あ、なんだ、バトルしないんだね。して欲しかったな、ちょっと。これで外に出たら、やっぱり。やったぜ。ラボにコソ泥が入ってるって聞いたが、てめえか。おお、右側のやつザ・チンピラって感じだな。ああ。チンピラといえば黒マスクっていう、もういつの時代のチンピラだ、これ。ロボ部の車崎くんを脅して、ひったくりロボットを作らせてたのはお前らだな。おお、だからなんだ。未成年への脅迫の件は法廷でゆっくり聞かせてもらおうか。法廷だ？てめえ何者だ？よし、ここをハットリかましてるか。俺は車崎くんの弁護士だ。弁護士？あんのガキ弁護士にそんなしやがったのか。お前ら、車崎くんに警察に話せばお前も終わりだとか話してたらしいがな。車崎くんは無知につくくまれた上で脅迫され、無理やり犯罪に脅迫させられた未成年。しっかり弁護すれば、審判不開始で終わりだ。こちらとしては警察沙汰にされたって構わないです。おい、こいつの言ったことそうなんだ。俺に聞くんじゃねえ。てかよ、法律がなんだ。てめえをここでぶっ殺せば俺たちは無罪だ。それこそ有罪だよ。ち、お前ら相手に法律語るとして俺がバカだった。いずれかかってくる。やばいんだけど。やっぱ優しいよな。銃持ってねえんだ。もうね。
なんかもう、戦うの飽きたよね。これ飽きるな、戦うの。どうにかならんかな。もう車崎くんには関わるな。こっちはお前らを吊るし上げる証拠を持ってる。おい、いいな。はい。さて、車崎くんに回収したロボットを届けてやる。ノート PC は、つくもに解析を取らんでみるか。やっとぜ。いや、でも、弱かったなぁ。シンプルな弱さだったなぁ。わぁ、これはどう、え？なにを、どうしたの？今、車崎から聞きました。ひったくりロボット事件のこと。話したのか？まあ、車崎くんの性格だったら、まあ、喋りそうと思ったけどね。はい、黙ってることができなくて。そうか。いや、いい子なんだよな、根本。今回のこと、俺にも責任がある。え？俺がお前の意見に耳を傾けなかったばかりに、今回の事件に巻き込まれてしまったんだ。本当に身勝手な部長で悪かった。今までずっと。だから、車崎。これからも一緒に頑張っていこう。起きてがわ、ちょまん。部長、起きてがわ、本当に変わったな。ね。今までだったら、なんてことしてくれたんだ。君のおかげで、またロボット部は廃部の危機だよ。みたいなこと言ってそうだよな。え？あは、なんだ、周りのやつも言ってくれると思ったんだ。これが例のひったくりロボットか。みたいだね。いや、でも、かっこいいな。矢上さん、これ、どうするつもり？どうしようね。あ、ここにあったらまずいよ。どうしたもんかな。このロボット、秋の運動会ロボットコンテスト用に設計したものだったんです。秋の、もともとはパン食い競争用のロボットだったんですよ。ああ、そうかそうか、そうだったな。そういえばそうだな。今回の大会に集中するために開発中止にしてしまったんだ。あ、だからこいつが出来上がった時、すごく嬉しかったな。僕が頭の中に思い描いたままの姿だったし。いや、マジで許す。スペックもコストも何も妥協せずに作れたんだから。はあ。でも、まさか犯罪に使われることになるなんて。てか、マジで設計の天才すぎない？これ残しといたらまずいよね。ロボ部が犯罪に関わってたってバレちゃうよ。まあな。そうだな。このまま部室に置いておくわけにもいかない。今芥田先生来たらまずいな。でも捨てたら捨てたで警察に見つかったらやばいよな。どうすんだよ。逆に、ああ、もう逆転の発想でもう難しい、行っちゃうみたいな。ほとぼり大きいけど、どこに隠しておくの？逆に警察まで行っちゃうみたいな。そんなスペースなくない？原型が分かるのよう解体しコンパクトにする。その上でほとぼりが冷めるまで隠しておこう。え、いける？あのキャビネットの中に。いける？さすがに無理では。確かに最適解かもしれないが、解体か。車崎には申し訳ないが、今はその方法しかない。まあね、わかった。解体だったら僕が壊すよ。え、それ車崎先輩いけるの？僕が作った子だから、僕の手で解体してあげたいんだ。まあ、解体って言ってもな。ごめんね、犯罪のためなんかに作っちゃって。いや、マジで超大好き。扉開きっぱだけどね。閉めたらせめて。あ、本当に解体したんだな。この中に封じ込めておく。俺が責任を持って管理する。うん。なんか棺桶てか骨壺みたいだな。バラしちまったらこんな小さいところに入っちまうんだもん。やめとくよ。ちょっと高森、あんたね、デリカシーのなさマックスかも。自分の手で子供殺したみたいなもんだからな。ごめんね、犯罪なんかのために作ってしまって。てか一瞬で解体できるもんなんだね。人の役に立つロボットを作りたかったのに。うん。車崎、ロボットは死なない。死なないんだ。え、死なない。何をいきなり言ってるんだお前。こいつは解体されてしまったかもしれない。だがお前の中にはアイデアが残っている。ああ、そういうことね。それこそがロボットの魂なんだ。だから車崎、死なないんだよロボットは。だからさくら、ピアノ弾くなって。いい雰囲気なんだな。こいつもいつかきっと新しい役目を与えられ、蘇る日が来る。気持ちよく弾いてんな。そうだね、きっといつか。いや、青春してるけど扉気になる。扉
扉閉めて。役に立つロボットになって生まれ変わってくれるよね。生まれ変わりはしねえよ、申し訳ないけどさ。それは新しいロボットだよ。うん、俺が一番クズなのかもしれない。うん、決勝戦に向けて、あ、準備しようか。じゃあ矢上さん、練習じゃん。ああ、練習試合。落ち込んでるようですが、頑張ってくれています。次の決勝大会に向けて。作業に打ち込むことが悲しみを和らげていられくれるのかもしれません。なるほどな。矢上さん、体育館に向かいましょう。わかった。練習試合ね。練習試合はいいけどさ。いや、まあ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 、いっか。俺は何も言わないよ。頑張ろうぜ。車崎。今一瞬名前忘れたけどさ。ついに完成か、変形ロボット。完成だ。これで残るは決勝に挑むのみ。ね、いよいよなんですね、うん。優勝をかけた最後の戦い。てか、変形して脱ぎ捨てるっていうプログラムを組んだ糸倉もすごすぎる。相手の出方分かったのか。ええ。先日、東都理科大ロボ部の練習試合を、見てきました。決勝戦では、高火力殲滅作戦で来るようです。圧倒的な火力でこちらの機動性を奪おうとしてくるはず。そうか。対策を立てているとはいえ油断ならないな。矢上さん、おそらく我々の芸敗勝因となるのはいつパージするかだと思われます。パージし防御をすれば機動性が上がり効率的にピースを並べられますが、相手の猛攻にさらされることになる。つまり序盤でパージするか終盤まで引っ張り強つくか、こればかりは試合の状況の中で判断するしかありません。ですので最適解はオペレーターである矢上さん、あなたの現場での判断にはかかっています。近くない？匂い気になりません？お口の。大丈夫ですか？ああ、任せてくれ。では、準備ができたら声をかけてください。会場に向かいましょう。わかった。まあ、でもこっからね、できれば決勝戦に向けて、マシンをほぼほぼ改良していかなきゃいけないんですけれども、その準備が死ぬほど時間がかかると思うのでね。まあ、また、まあ、1時間ぐらいちょっとやろうかなと。思います。おっしゃ。カスタマイズできたんでちょっと紹介しようかな。ジャック・イン・ザ・ボットということで、名前クソだせいですが、これがなんか変形するやつらしいです。ちょっとよくわかんないけど、これ走行の一部を切り離してモービルタイプへと変形っていうことで、ちょっと変形が気になるので、次の最終回っていうか、まあね、決勝戦ぐらいは動画にしようかなって思います。でバッテリー80積んで、なんかパワーモーターは N でいいみたいなんで、でシャークドリルをちょっと1個強めにして、移動速度強化、相手陣地影響軽減、ステルスチップということで、まあこんな感じの構成でやっていこうかなと。で次ですね、こちら XF13、 これね一番強いやつではなくて2段階前のやつなんですけど、なんかこれが一番バランスがいいみたいです。でバッテリー90を積んで、まあそうだね、なんか機体タイプもう一個なんか上にするとバッテリー100積まなきゃいけなくなっちゃうので、多分13に多分抑えてると思うんですよ。でまあバランスモーター U 積んで、コングハンマー V4、 これ3でもいいみたいですね。でまあ移動速度強化、旋回速度強化、相手に影響軽減ということで、でそれが同じやつがもう一個、バランスモーターが U じゃなくて H になってるっていうくらいですかね。もうこんな感じでいいみたいなんで、やっていこうかなと思います。ちなみに攻略はがっつり見てます。これもう一個こっち U でもいいのかなと思うんですけど、なんで H で一個ね、ちょっとランク下がってるのかちょっとわかんないですね。うん、なんか、同じ強さにすると同じ方向にこう行って、同じやつだけやっちゃうみたいな感じになるのかな。一個速度が遅いとさ、速い方が先にこう、別のやつ見つけて、遅い方が別のやつをターゲットにするみたいな感じになるのかね。まあ、ちょっとわかりませんが、まあ、こんな感じで決勝戦やっていこうかなと思います。まあ、これがね、もう完全攻略通りに作ったやつなんで、ほぼほぼ攻略通りに作ったやつなんで、これを使えば決勝戦みんなも勝てるんじゃないかなと思います。ここでつまずいてる人いたらぜひ参考にしてください。いよいよ決勝戦。だなぁ。本当にいよいよだな。ここくらい喋れよと思いますけどね。あれは俺の予想は外れちゃったね。決勝戦までこぎつけたんだよ。まあね、沖手川が改心しなくても決勝戦まではこれだよ。だからマジでお前の予想は外れてる。優勝狙っていきますね。本気できないよ。こっちも本気だ。手加減しない。これロボットゲームなんだよな。
望むところです。俺たちは負けません、絶対に。俺が一番バカにしてるよな、正直。俺たちね。なるほど。ただ期待を万全にしてきただけじゃないって。本当に変わったな、起きてがは。いいじゃん。相手にとって不足なしって感じだ。一皮むけてきたね、少年。まだ方形だけど。なんだ、ちょっと何かこつけてるの、準備あるんだから行く。もう黙れ。なんて読むんだ、お前それ。佐久本か。精霊のみんな、それじゃ。もうマジで。絶対やりさだろ、お前ら。ちゃんと部活やってるやりさだろ。起きてがは勝つぞ、絶対に。メロン、気持ちを一つ。メロンです。みんな今日は気持ちを一つに勝利をつかみに行こう。いやー、いいメンバーになったな。これはもうキムタクいなくてもいいんじゃない？座ってろで、おい。会場って座るもんなんだ。高森座ってたけど。やがみき、行きます。行くぜ行くぜ。ちょ、かっこいい。そんな早く行くこいつで、皆さんお待ちかねね、パージしていきたいと思います。まあ、これを取ってたけど、とりあえず行きますよ。パーシュダサい。おおおおおおおかっこよ。いいね。普通にかっこいいんだけど。まあかっこいいわな。まあこれジャックポットじゃなくていいけどね、これやるならね。正直ジャックポットよりあのダウンロードコンテンツであの手に入れた機体の方が若干今使ってるイメージだと動きやすいです。はい。まあね、せめてね、こう最後ぐらいさ、まあ、車崎がね、せめてね、うん、車崎がこうやってくれたからさ、使ってあげようかなっていう感じで今使ってますけど、正直使いにくいです今。うん、これ使いにくいよ。おい、車崎これ使いにくいぞ。どうなってんだ？え？車崎。使いにくいぞこれ。まずいな。そう。まあ、普通に勝ってる気するけど。ね、これね、むずいんだよね、通るの。よっしゃ。はい。他のやつらはさ、敵を殲滅する感じにしてくれてるから。よっしゃ。こっちはね、ちょっと微妙にその、微妙なんですよね。あとこれもう必勝法がさ、なんかあるというか、よし、うん、なんつうの、これもう勝つんだよね、ほぼ。まあこれで勝ちなんですが、どうしようかな、もう勝ちでいいか。これ軽減3つけてこんな遅いんだ。マジでジャックポットじゃなくてさ、ダウンロードコンテンツで手に入れたやつの方が強いな。最高の気分だぜ。まあでもジャックインザポット使って優勝することに意味があると、そういうことだな。まあほとんどパージする前のやつほぼ使ってないですけどね。これでいいのかっていう話なんですけど、優勝しました。なんと王者トートリカライ敗れたり。そうだな、勝利の王冠を掴んだのは無敗の王者を。マジで見たことあるんだよ。ロボットもだ。マジで高校生が勝ったって、これマジで歴史に残るんじゃない？マジですごいよな。ちょっと喋り合って、ガッツポーズし合うんじゃなくて。おー、勝利者インタビュー。いかがですか？優勝の感想。そうですね。ロボット？ここまで来るのに、本当にいろいろあって。これロボット関係だよね。トロフィーなんかおかしくない？本当に。というの。いやこれ北川、笑うの絶対違うんだけど。これは俺一人の力じゃないんです。みんなが力を合わせたからこそ勝ち取ることができたものなんです。みんな本当にありがとう。おお、今年入って最高だ。今年入って初笑いかもしれんこれ。あ、みんな泣くん、あ、俺だけ笑ってんの、ごめんね、うん、よかった、本当によかった。なんかそうだよね、一緒にみんなちょっと、ね、苦楽を共にしてきた仲間だもんね。みんなおめでとう。いや俺が一番気になってるのはロボット部の優勝トロフィーってあんなでっかいの、なんかマシーンとかじゃないんだね、うん、すごい人気なマシーンとかじゃないんだって思っちゃったよちょっと、うん、マシン型のトロフィーとかじゃないんだってね。
ちゃなんか変なの乗ってるもん、人。絶対おかしいって。RE ロボコンテスト優勝のトロフィーではないもん、これ。勝ったんだね。あの、トートリカ大に。そうだな。うん高森。高森の顔。んつくもから例のノート PC 解析に成功しました。早っ。さすがだぜ。どうだった今、声量ですかそちらまでお持ちしましょう。あ、マジでいいのか助かる。ミステリー、早っそこらの JK より早いな、タップ。ミステリー研究会のブスに来てくれるか、ミスケンの部長も中身気になるだろうし。ああ、マサちゃんね。おー、例のサイジですな。一度お会いしたいと思ってたんで承知しました。お前、スカッとすんなよ。プロフェッサーの手かかりつかめるといいけど。これで次回作でさ、甘沢ちゃんがさ、高校卒業した後にうちに就職してたらおもろいよね。つくもく、つくも事務所にな。絶対次回作あるもんな。こんな人気だったら。あ、ミスケンで、じゃあつくもと交流しようか。ちょっとみんなと喋りたいけどね、これもっと。最後何の喋りもなんか終わっちゃったからさ。どうみんな。喋れない。喋れない喋れないおこういうとこだよな。本当に。勝利した後の一人一人のコメントとか欲しいじゃん。そういうとこだぞ、ジャッジメント。ついたでござるなぁ。笑い方きしょ。つくもさん、はじめまして。ミステリー研究会部長、天沢京子です。大人が入ってきて席立たないんだね。それはもうなんか、高校生に求めるのも違う。あなたが天沢さんですか。八神さんから大噂は金がね。先日は我々の仕掛けた盗撮カメラを見事見抜いていましたね。あの時から切れ者だと思っていたのですよ。そうかな。あれはさすがに八神のミスだと思ってた。切れ者だなんてそんな。嬉しそう。あなたのことは敬意を込めて天沢なんて読むのこれは。天沢女子？八神さん。悪いな。こういうやつなんだ。笑い方きちょい。では、八神氏に山沢女子、本題に入らせていただきましょうか。まず、教えてもらった裏サイトですが、セキュリティが堅牢すぎて侵入は無理そうですな。つくもでも無理なの？お前でもハッキングできないのか？マジか、ウィザード級でも無理か。困りましたな。いろいろ方法は検討してみましたが、まあ無理でしょうね。相手がちょっとばかし悪すぎるようです。そんなレベルなんだね。で、もう一つ、例の、ノート PC の件です。おそっちは何か分かったのか。どうやらこの端末はプロフェッサーからの指示を受け取るためのもののようです。指示というとメールとか。ああ。そうですね。だが、この端末にメールのデータは残されていませんでした。メールが閲覧されると自動的に削除されてしまうよう、あれこれ工夫されていたようです。復元も不可能なことに。マジでやばいな。要するに。せっかくノートパソコンを持ってきたのに、めぼしい情報は何も得られなかった。八神氏。いいですか、八神氏。どんなに堅牢なセキュリティを築き上げようと扱うのは人間です。どういうこと？ご覧ください。え？なんと、プロフェッサーからのメールの内容をコピペしたメモが残っていたのです。バカすぎる。見えてきましたぞ。メールを見た後すぐに削除されてしまうので、忘れるよう部下がコピペしておいたのでしょう。え？マジで？バカすぎない？どうぞご覧ください。星稜高校に車崎哲郎という少年がいる。大変勤勉で優秀な少年だ。そんな彼を飛行へと導いてやってほしい。きっといいしのぎにもなるはずだ。そのためのプランは追って連絡する。他の7人の星稜生についてもすでに私からアプローチしている。君たちにも手伝ってもらう。フローム M。 M なんでプロフェッサーでいるの。あー、他の7人ってことは計8人か。うんうん、車崎くんがプロフェッサーに指名されていた。ここに走らせるよう計画されていたってことですか。まあそんな感じだな。ああ、このようだな。それにプロフェッサーは車崎くんの他にも7名の生徒を飛行に走らせるよう計画していたらしい。全部で8名か。その8名がどんな基準で選ばれたのかが知りたいですね。確かにね。あ、もしかしたらここにプロフェッサーの正体を知る手がかりがあるかもしれない。真の名探偵ならば、この残り7名の生徒が誰なのか、それを明らかにすることが真実に近づく鍵になりそうです。そうだな。今それを同じこと言ってましたけど。あ、一個だけなんだ。あ、そうなんだ。あ、これでローボ部が終わったっていうことかな。あ、終わってるわ。え、じゃあマジで聞けないの？優勝したコメントみたいなの。ちょっと寂しいけどね。ちょっともう一回ローボ部の方行ってみて、何もなかったらまあ、今回のね、このローボ部編っていうのは終わりということで。さて、ローボ部の皆さん、何もないですか？何も、ないですね。じゃあな、ロボット部のみんな。楽しかったぜ。また、
何かあったら、ちょっと来ようかなと思うんだが。まあ、糸倉ここにいるしね。ロボット編、お疲れ様でした。バイ。